愛媛県立新居浜商業高等学校は愛媛県新居浜市にある高等学校。略称は新商。新潟県の新潟県立新潟商業高等学校と同じ略称であるがこちらの読み方はである。甲子園で荒井は真商業高校と読み間違えられたこともあるが新居は真商業高校である。卒業後の進路は商業家では 商業系の4年生私立大学や専門学校へ、進学、情報ビジネス科では、情報系の4年生私立大学や専門学校が、過半数である。商業科の生徒は在学中に、日照簿記に給を取得すれば、大学で小学部へ進学した場合、必修の簿記の授業が免除されたの授業や、アルバイトや趣味に集中できるので商業科で、進学予定の真面目な生徒は、 日照簿記2級を目指す人が多い。情報ビジネス科の生徒は IT パスポートの取得率90%である。商業科では2年生から就職コースか進学コースかを選択する。情報ビジネス科では普通科と同じ進学コースのみ。一橋大学への進学者や日照簿記1級に合格した人や応用情報技術者試験に合格した人など優秀な生徒が 数多く存在する。大学進学率は高く、特に松山大学への進学者数が多い。また、資格取得に力を入れており、特に日照簿記検定や全国、商業高等学校協会主催の検定9種目の取得を目標としている。2012年度には、 情報ビジネス科クラスが2年生時でクラス40人全員が3種類以上1級を合格する多種目合格を達成しており2年生のうちにクラス全員が達成するのはごく稀だと言われている四国地方の高等学校で唯一国家資格の基本情報技術者試験の午前科目免除制度の認定校に選ばれているその他にも 部活動が盛んで多くの部活動が全国大会などに出場している。ありがとうございます。